皆様こんにちは。今日は来年使っていく手帳を紹介していきたいと思います。中とかも詳しくご紹介できたらと思っているので、来年の手帳を迷っている方の参考になったら嬉しいです。よかったら最後までご視聴お願いいたします。では早速なんですが、来年2020年使っていく手帳は、前のこちらにある4冊ですね。クリップブック、キッキ系、フランクリンプランナーで、ミニ6ですね。4つ使っていくんですけど、私の使い分けだったり紹介していきます。まずクリップブックですね。クリップブックは今年使っていたものと同じものなんですけど、そんなに今年1年で書いていないので、来年も継続で使っていく予定です。で、こちらのクリップブックは何用かというと、美容系ですね。コスメとかスキンケアについて書き溜める用です。私はコスメとかスキンケアが大好きなので、レビューだったりどんなものを買ったかなどをこちらに書いています。なので、来年もこちらは使っていこうかなと思っています。で、来年に向けて表紙だけちょっと変えてみました。キラキラロマンスさんのペーパーで表紙を作りました。ラミネートもして、結構丈夫な表紙にしています。で、中身はそこまで変わっていないですね。こういう付箋置きとか、とこちら欲しいものリストですね。欲しいものを付箋に書いてペタペタ貼っていこうかなと思っています。はい、こちらも買うものリストですね。で、こちらはポケットですね。コスメのパンフレットとか中に入れています。で、こちらはクリアポケットなんですけど、まだちょっと悩み中です。買ったんですけど、どんな感じで使っていこうかなとまだ悩んでいて、まだ何も入れていない状態です。で、こちらがマンスリーですね。このポケットにはマンスリー用のシールとかが入っています。で、これは2019年バージョンなので、2020年も買ってこの中に入れようかなって思っています。で、こちらが付箋置きですね。ここから取ってすぐ使えるように付箋を貼っています。これあるとすごく便利ですね。こちらもキラキラロマンスさんのペーパーで作っています。で、フレークシールが入っています。フレークシールはコスメ系のものを入れています。はい、で、
こちらがコスメですね。コスメについて書いているものです。今年いろいろ書いていたんですけど、こんな感じで買ったコスメとかお気に入りコスメだったりを書いていました。やっぱりジルとかが多いですね。もらったパンフレットとかそういったものを切ってこんな感じでコラージュして書いたりもしています。気になるコスメの情報だったりとかそういったことも書いていますね。こんな感じで、はい、いろいろ書いているんですけど、これは動画に出したものですね。それからまだ書いていないんですけど、はい、来年も継続で書いていく予定です。で、あとスキンケアについて、この後ろに書いているんですけど、こんな感じで、私が使っているスキンケアだったりを、書いて、まあどうだったかレビューとかも添えて書いています、はい、あと最近ニベアとかにもハマっていていろいろ試したりしているので書いてますね。あとこちらは11月のお気に入りで出したトリートメントオイルですね。でこっちはパック系を書いていこうかなと思って使ったパックのレビューを書いています。で、こちらがヘア系ですね。ヘア系のものを、はい、書いてます、はい、こんな感じでクリップブックは来年も活用していこうと思っています。そして次に筆記系です、はい、こちらも今年使っていたものなんですけど可愛くて来年も使えそうだなと思って中身を少しだけ入れ替えて使うことにしました。筆記系は YouTube とか文房具とか趣味のものを書いていく手帳にしようかなと思っています。中はちょっとだけ変えたんですけどこんな感じでちょっと付箋をラミネートしたものをポケットに入れてみたりしています。あとこういうファイルとかお気に入りのポストカードとかも挟んでいます。で、まなもこさんのキーホルダーです。かわいいのでつけています。こちらは今年作ったものなんですけど、かわいいのでそのまま挟んでいます。これは元からついていたシールですね。で、こちらが付箋置きです。で、インデックスを作ってみました。作ったってほどでもないんですけど、私の大好きなまなもこさんのペーパーを使って、こういうインデックス。
作っています。はい、可愛くてお気に入りです。で、まずマンスリーですね。2020年用のものを買いました。こちらは自分でシールとか可愛くできるようにシンプルなマンスリーを選びました。で、こちらがウィークリーですね。ウィークリーは今年のものが余っているのでこちらを使っていこうかなと思います。まあ、主にマンスリーもウィークリーも YouTube のことですね。どんな動画を出したとか、どんな動画を出そうか、書いたりとかしていけたらと思います。で、ここが YouTube のページなんですけど、ちょっと書いているんですが、どんな動画を出そうか、ここに書いて出したらこっちに移して日付と出した動画の内容を書いている感じです。ちょっとネタバレになっちゃうんですけど、はい、12月も出したい動画を付箋に書いてペタペタ貼って、はい、YouTube リストとしてこちらは活用していけたらと思っています。で、こっちが趣味ですね。お気に入りのマーカーとかペンとか買えたりとか、カタースタンプとか、こちらは動画でご紹介したものですね。こんな感じで、まあ、文房具について書いたり、まあ、ペタペタスタンプだったら押していけたりと思っています。はい、こちらの手帳はこんな感じですね。これはお気に入りのポストカードです。続いて3冊目はフランクリンプランナーです。こちらは仕事とかプライベートのことを書いていく手帳にしようと思っています。で、中はまだちょっとコラージュ途中というかカスタマイズ途中なんですが、こんな感じで付箋を入れてみたり、こちらは便箋が可愛かったのでラミネートしてこんな感じで入れてみました。こちらも付箋置きですね。これはセリアの付箋メモかなをラミネートしたものです。可愛かったのでこんな感じで挟んでみました。こちらのマンスリーとかは完全に仕事とかプライベートの内容を書いていく予定です。こちらが完全趣味みたいなものなので、こちらはプライベートオンリーでいきたいと思います。あとこちらメッセージカードにシール貼ってこんな感じでカードを作ってみました。で、これが1日のページなんですけど、左にその日やることを書いていこうと思います。で、こちらは時間のスケジュールになってるんですが、私は今年自分手帳バーチカルを記入してたので、そんな感じでこちらは
書いていこうと思っています。で、右は一日の日記として書こうと思います。今年ほぼ日手帳をやっていて、で、すごく楽しかったので、まあ、ほぼ日手帳を買うか迷ったんですけど、まあ、ここをほぼ日手帳みたいに一日の日記として使えばいいかなと思ったので、今回はここに書いていこうと思っています。はい、プライベートなことを書いていく手帳ですね。まだ書き始めてないので、書き始めたら紹介できるところは紹介していこうと思います。はい、そして最後はこちらです。ミニログです。こちらも最近の動画でご紹介したものなんですけど、ミニログは持ち歩き用手帳として来年は使っていこうと思って購入しました。まあ、早速今持ち歩いて使っているんですけど、やっぱ便利ですね。こちらにはプライベートと趣味一緒に書いちゃっている手帳なんですけど、ご紹介します。こちらも少しだけまたカスタマイズを足しました。今は結構プライベートのこととか書いちゃっているんですけど、まあプライベート、趣味、仕事だったり忘れちゃいけないことを持ち歩きお手帳なので書いていけたらいいなと思っています。で、マンスリーとウィークリーですね。ウィークリーはその日あったことをさらっと一言日記みたいな感じで今書いています。で、あとはもうメモスペースですね。思いついたことを忘れないようにこちらに書き留めたりしています。メモスペース、他には晩ご飯をこちらに何作るかメニューを決めたりして書いたり、ゲームのことですね、ゲームのことを書いたり、あとは手帳計画、今後手帳をどんな風にしていきたいかとか思いついたら書いたり、これは手帳会議ですね。クリップブックは何をにするかとかこちらに書いたりしています。はい、と最近ハマっているキャラクターのグッズ情報とか、これは私韓国ドラマが好きなので見てすごい良かったものをこちらに書き留めています。と最近動画に出したブックリストですね、ブックリストを早速書いてみました。読んだ本を書いて感想を書いています。感じで本当にこの手帳は自由に今使っています。はい、持ち歩きなので思いついたこととか思ったことをバーッと書いてますね。はい、こんな感じで来年の手帳は
こちらの4冊使っていこうと思います。また、手帳の作業動画も出していく予定なので、楽しみにしていただけると嬉しいです。では、今日の動画はこちらで以上になります。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。